こと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 。今日はシリン君の上にステンレスの鍋が乗ってます。大きなお鍋ですけど、中身は何かな。開けますよ。ほら、ご覧の通りおでんです。こんなにもいっぱいできてるんですね。今日は七輪くんの上でステンレスの鍋を乗せておでんを作りました。もちろんいい感じの上でも大丈夫ですよ。冬の寒い時、あったかいおでんを食べながら心も身も温まっていいですね。さあ、みんなお腹が空いてるようなのでいただきます。今夜はステンレス七輪くんの上にステンレスの大きなお鍋を乗せておでんをします。ほらほら、見て、いい具合に煮えてますでしょ。ゆっくりコツコツ煮込めるのが七輪くんなんですよ。